中国では新型コロナウイルスが最初に拡大した武漢市の封鎖が今日2ヶ月半ぶりに解除されました中継です森林さん外出している市民からはですねまた感染爆発が起きるのではないかというそういった不安の声は聞こえてきませんか はいあー武漢の駅に今向かっていますこの先に見えるのが2ヶ月半前に封鎖された観光駅で今日解除されて朝から大勢の人が詰めかけています今日だけで5万5000人が武漢から移動します話を聞くとようやく出られると疲れた表情を浮かべて出発していきました 中国では防護服を着て長距離移動をする人をよく見かけますが、明らかにこの武漢の方が多く、皆さん怖いと話していました。封鎖は解除されましたが、マスクをつけなくていいということではなく、外に行くと感染のリスクが高いので封鎖は解除されたが、必要がなければ家にいるという声をよく聞きました。 で私が武漢は安全ですかと聞くと安全だと答える人は一人もいませんでしたであの 2, 回2回目の感染拡大は絶対に避けたい封鎖はもう嫌だと一人一人が警戒を強めていますまあ今映っているのが武漢の現在の様子なんですけれども確かに車が止まってますね。えー、こののの駅周辺の人々のあの フェンスの中にもあの見えています、えー。非常に心配な状況は続いているようです。中国からでした。